はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スーシロカンノでございます。それでは本日やりますゲームはこちら。水族館こちらというゲームを遊んでいきたいと思います。まあでも、この女の子と一緒に水族館デートができるということなので、私も水族館に行きたい、普通にやっていきたいと思います。こちら。入り口と繋がっている展示は3カ所あるようだ。はい。どこへ行く？あ、なんかね、時間が決まっちゃうっぽいんだよね。小さい魚、サメ、エイ、イルカ。まず最初に行くんやったら盛り上がる場所から行きましょう。テンション上げていきましょう。サメ、エイで。やっぱサメでしょ。水槽の中には大きなサメやエイがいる。薄暗い照明をその体で遮り、時々通路が一層暗くなる。かっこいいじゃん。めっちゃ好きなんよな、うちこういうとこ行くの。行きてー水族館に行きてー。どうしたん？彼女ちゃんどうしたん？水槽の近くを平たいエイのヒレがかすめると、彼女が少しのけとった。ビビるよね、急に出てくると。ぶって出てこられると困る。怖いよね。たまにわかるよ、気持ち。それ、わかる。驚いたのだろうか。恥ずかしがってんの？こちらが見ていたことに気がついたようだ。あ、すんってなった、すんってなったよ。そっぽを向いてしまった。ごめんって。ごめんって。どうしよう、クラゲ。クラゲ、どこおったらぼーっとしてまうけんな。二人で釣り歩い、二人で歩いて一挙やったらさ、イルカはさ、なんか、もう何？最高潮ぐらいの時に行きたいから、まずちっちゃい魚に行こうぜ。な、名前わからなければ、見た目も大して変わらない小さな魚。そうだよね、パッと見、何がなんだよ、これっていうのってわかんない時はあるよね。その隙間で大きな魚が体を立っている。いいじゃん。そういうのを見るんが水族館の醍醐味よ。彼女はガラスの向こうを見上げて、どの魚を追うでもなく眺めているようだ。そう。ぼーっと見るんも大事やけんね。次はどこ行こうか。淡水が深海魚は行きたい。もう一回行く？サメ。二回行く？二回行ったらなんてリアクションするんだろう。そういうのは追い求めてない。私は深海魚を見に行きたい。キモいけど見たくなる。キモいも、俺しキモくないもんけど、キモいんが多いからキモいんを見たくなる。水槽の中の通路もかなり照明を落としているようだ。とても暗い。水の中にいるのは深海に生息している魚で、他に比べておかしい。おとなしいだった。おかしいな、見た目か。それでも彼女は順番に丁寧に天井を眺めている。興味ある？うちも興味あるんだ。ダイオウグソクムシとか見たくなる。どうしたん？テンション上がったよ。少しよろめきながら立ち直った。どうしたん？こけた？つまずいたようだ。こけたのね。かわいいとこあんじゃん。大丈夫？ちょいちょいこけるけど。大丈夫なことだ。次。どうしたん？なんで選べるようになった？大丈夫？手を取ってそっと握ってみた。大丈夫かい？こけたんだもんね。大丈夫かい？大丈夫かい？嫌がってはいないようだ。そう。じゃあ手つないで歩こうね。引き続き暗い通路を手をつないで歩いた。そうだよ、暗いからね。そう、仕方がないんだ。これは仕方がないことなんだ。仕方がないからね、手つなごうね。嫌じゃないならありがとう。びっくりした。急にさ、選べるんだもん。びっくりしちゃうよ。ペンギン。やっぱ手つないだったらペンギンでしょう。可愛いものを見て少し寒い。じゃあ手をつないでいる手がより一層暖かく感じるね。つないだ手のぬくもりだね。ガラスの向こうではペンギンがペタペタと歩き回っている。ペンギン足の方で集団を形成していたり、水の中を泳いでいるものもいる。ペンギンふと水槽の端に2匹のペンギンが並んでいるのを指さした。溝か？端か？片方がもう片方を突き落としたように見えたか。なんてこったよ。なんでほくそ笑むの。彼女は笑いをこらえている。直して。楽しいならいい。彼女が楽しいならいいよ。両生類はうちが苦手。うちが苦手。イルカ見に行こ、イルカショーを見に。やっぱね、でっかいこういう水槽好きよ、うち。迫力ってこういうものを言うんだというのをね。上のイルカショーの会場と繋がっているらしく、ひときわ明るい場所だ。そのイルカも水面から飛び出し、気泡を作りながらガラスの向こうを動き回っている。
彼女はイルカを目で追っている。いいよね、イルカ。シャチも、シャチが好きなんだけど。うちはね、水槽にはイルカ以外には展示されていないためだろうか。少し退屈そうだ。そうなん？シャチ見に行こう、シャチ。うち初めて水族館行った時に買ってもらったシャチのぬいぐるみまだ大事に置いとるけんさ。まだちゃんと家に大事に取っとるけんさ、どうしようかな。もう行ったとこはええけん、帰り行くか。うちあんま帰る得意じゃないんよな。最後に行くんがここか。熱帯の生物を展示している場所。あ、でも熱帯のね、魚もいいですからね。草木が目立ち、室温も少し上がったようだ。毒々しい色をした生物たちが水辺で気だるそうに佇んでいる。時折どっかの水槽からか、カエルの鳴き声や水に何かが飛び込む音が聞こえた。変わらず飛び込む水の音。彼女はそれを気にも留めず、淡々と天気を順番に覗き込んでいる。かがんで覗き込む。その度、彼女の長い髪が垂れる。それを彼女が手で直す。動かない蛇やカエルよりもそちらに目が行ってしまう。彼女の可愛らしい一面をどんどん見ていってるんだね。時間になっちゃったけど、そろそろ帰る時間だ。あっという間だね。楽しいよね、水族館行くと。すぐ時間経っちゃうよね。私も水族館行きてえな。しばらく行ってねえな。水族館の入り口まで戻ってきた。あと土産物を物色して帰ろうぜ。な、彼女は無表情とか、嘘や、いっぱい表情見たよ。彼女のいろんな表情見えたよ。どっか名残惜しそうに入り口を見ている気がする。思い出に残して、また機会があれば連れてきてあげよう。そうだね。魚たちを眺める彼女の顔をまた見たい。終わり。いいな。無口だけど全然表情豊かやと思うで。いいな、生きて水族館。これさ、何回も同じとこ行ったらさ、どんなリアクションすんのかな。怒ったりするんかな。それとも何も変わらず同じなんだろうか。な、とりあえず彼女のね、ビビった彼女の姿を見て北総園であげよう、こっちを。こちらが北総園であげよう。で、クラゲ行ってないけん、クラゲは行こうね。半透明の傘がゆらゆらと浮いている。クラゲスパイラル。浮いているだけで動いていないように見える。本当に生きているのだろうか。どうなん、クラゲって。よくわからん。あ、でも、こう、なんか食べ物食べるけん、生きてんだね。照明に照らされて怪しく。何を、ん溝でいいんだ。何をひね、光らせているクラゲ。さっきなんて読んだ、私これ。それをただ眺めていた。どうしたん？マウント取ろうとしてる。ファイティングポーズですか。水槽の前に、前を右に左に動いている。角度をつけて観察しているらしい。まあ、クラゲってね。まあ、毒があるとは、一回刺す、うち刺されたからそんなに得意じゃないけど、クラゲ。水槽のクラゲを見るのは得意やで。手伝うわ。一向に動き配のない半透明の傘を左右に移動しながら観察する彼女を。後ろから観察して過ごした。変態じゃん。変態だったよ。あ、でも淡水魚とかさ、行ったことない場所もあるやん。行きたくなるね。ごめん、同じとこ行くとか言いながら行けてないわ。小さな水槽が並んでいる。水槽の中に小さな魚が数匹ずつ。淡水魚のコーナーだからか、他よりも明るく感じる。魚も色が鮮やかだ。ん？どうしたんだろうか、どうしたん？少しそわそわしているようだ、トイレ？熱心に一つ一つの水槽を覗き込んでいる。あ、買いたいのかな、家で。淡水魚に興味があるのだろうか、家で買いたいんじゃない？意外と高いよね、こういうのって。あ、じゃあ、クラゲも一回見に行こう。二度目のクラゲだよ。再び！あ、じゃあやっぱ分岐っていうか変わるんだね。再びクラゲのコーナーにやってきた。相変わらず生き物に見えない生命。失礼だね、確かに。水の中で静止している。あ、特にないんだ。じゃあ同じとこ行こうぜ。戻ってきたよ。どうしたん？恥ずかしがってる。なんで？こけたから？もう一回クラゲ行こう。
絶対つまらんよ。絶対つまらん。あ、絶対つまらん。はい、つまんないね。手握れなかったじゃん。水槽を興味深く見つめている彼女を見て歩くのは有意義な時間だった。ぼんやりと余韻に浸りながら二人で駅まで歩いた。ここ最後で違うんやね。終わり。え、エンディング変わるってか、最後の文章変わるんだね。はい、というわけでね、やってきました。水族館こちらというゲームですが、楽しいね、やっぱ。水族館ね、行きてえな行きてえ、私も行きてえ、行きてえよ。なあ、彼女ちゃん連れて行ってみて。いいなぁ。余韻に浸る、余韻に浸ってる場合じゃないね。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。皆様も水族館行きましょう。楽しいよ、普通に。一人で行くのも良き。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。